あなたの夢にお邪魔します。 It's me, Brianna Gigantin。 You can take my picture. Snap it, snap it, snap it。 みなさんこんばんは、ブリアナです。こちらの時刻は、7時20分。今回は前回株を買ったということで、お金稼ぎをしていきたいななんて思ってるんですけど、今のところ前回から2日間株を見張ってますけれども、だいたい60ベルとかなので、今日は他の島に行ってちょっと探検しに行こうかなって思います。ブリアナ今とってもお腹が空いてるので、普通の島だったら速攻で帰ってきます。帰国なんかこう変わった花とかばっかりある島とかあるんでしょう。そういうところに行きたい。うん、お出かけしたい。一度だけね、タランチュラと行ったんだけど、恐ろしい場所ですね。どこかの YouTuber さんが4月はとってもお金稼ぎがしにくいって言ってた。え、普通の島じゃない？普通の島？いますね。いますね。魚釣りの才能もなければ、めげない。違うの、 そういうのいいの。普通の島なのかどうかっていうところをね、ちょっと。普通の島ですね。ボトルがあった。1日1回じゃないんだ。他の島ならまた手に入ることもあるのね。 OK、 じゃあ何かいる。おしゃぶりの先端が2つ。結構ショッキングな見た目をしております。ちょっと彼女オーバーリップ組じゃないね、唇のサイズ偽ってらっしゃる。おいでおいで、誰でもいいんだ。帰りましょう。さあどんな島かな。おう、帰ろう。 OK、 I'm so hungry だからね、しっかり特別な場所に連れてってほしい。You know、 竹の生い茂る島、特別な予感がする。しない。いや、これは普通の島だ。 OK、 ブリアナ知ってるの。普通の島も全部ね、こう壊しちゃえばそこそこお金になる虫が湧いてくるって。斧でしょう。そう、YouTuber の方がね言ってた、2本木を残しましょうみたいな。そう、この前をほっとけってあのお姉さん言ってた。そしたら全てを破壊してみます。あ、斧が壊れたので斧を作りたいなって思ったら、この島木の枝取れなくない？不本意ではありますが、しょぼい斧をロドリーから買いたいと思います。木材が2個足りません。
木材1個しか落ちなかったから、ということは果物を食べて木々を抜いて抜いて抜きまくる。なんか出てきたよね。オケラ？オケラって何？初耳。あ、でも虫の声聞こえなくなったよね。わお。いらっしゃいました。彼女を待ってました。タランチュラより怖くなくていいよね。嘘もいる。どうしたらいいの？うえ。サバイブしてる感じするね。気を取り直してこ。ぐるいくぞ。絶対まだいるよね。あ、わった油断できないね。釣りもまともにできなければタランチュラを捕まえることもまともにできません。ブリエナには賞しかないのかな。今ね、みんなきっと多分ステイホームつって、外に行かないようになるべくしてると思うんです。これがね、落ち着いたら皆さんブリエナのショーを見に来てください。いた。え、ちょっと待って、頭に何ついてるのこれ。カエル？頭にカエルついてない？頭に何これついてんの？チューリップか。びっくりした。フィーバーじゃない？うなぐみさんのお祭りです。あー、顔かゆい。よし、帰ろう。さっき取ってきたクソ虫どもを売り払ったらいくらになるのかな。気持ち悪いね。お魚持っちゃおう。あとなんかもういらないヤシのとか持っちゃうね。どうかな。いいんじゃない。え、よくない。思ってた金額と違う。全然じゃない？上乗せされてない？タヌキが怖い。今日はここまでかな。そうね、ポジティブに考えよ。借金が少し減った。そう考えよ。もうね、虫を取るために他の島のなんかこう木々を伐採みたいのはめんどくさいからもうしないと思う。コツコツ返していけるかな。頑張ってみる。
なんかみんながやってるお金稼ぎの方法とかなんかアドバイスとかあったらコメントとかにくれると嬉しいです。ブリアナ実践してみます。ブリアナご飯食べるから今日はここまで。見てくださってありがとうございました。今日もブリアナ可愛いなって思った人はグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。